はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はダークビジョンズ更新版第1弾ソレの攻略やっていきたいと思います。まあ、ティファとエアリスが実装されたことによってだいぶねパーティーごとガラッと変わったと思うのでそれをご紹介していこうかなと思います。ラストにはね装備紹介もしますのでぜひ最後まで見ていっていただければと思います。でね僕はね壁なし攻略が何度やってもできなかったのでベアトリクスをねちょっと採用した安定的な攻略やっていこうかなと思います。ではねまず1ターン目、まずね僕はいつも1ターン目は100チェイン達成させておきますのでタッグアタックチェイングループ1で、エアリスはね、BS5 からスタートでいいかな。で、エアリス BS5 からスタートさして、4回のタッグアタック、で、ジタン、トリプルのチェイングループ2。で、ティファも同じく、チェイングループ2。OK。じゃあ、やっていきましょう。まあ、エアリスとかタッグアタック挟まってても、意外とね、繋がる。ちゃんと100チェイン行くので、特に、まあ、そうね、気をつけることはないかなと思います。OK だね。10% ぐらいで済みました。で、そしたら、ベアトリクスで、ダブル。精神アッププラスカバウで、この精神アップにはカバウ解除の効果があるので先にね精神アップをして後にカバウ付与を行いましょう。 OK だね。で、あとはもうひたすら、敵にアルテマ打たないでくださいと、懇願するのみになりますねマジで本当にこのランダムやめてくれ。で、そしたら2ターン目、デスペルでまずは、デバフを打ち消す、あデバフというかバフか、あいつにかかってるバフを打ち消して、ホークアイ BS して、魔力バフ、魔力デバフか。魔力デバフをかけていく。そしたらエアリス元に戻して、浜石はまだ別にいいかな。ジタンの LB がたまんないね。で、バーストストーンの上昇率アッププラス LB ゲージの回復を行う。そしたら、まあ、T4 はまあ、通常攻撃でいいかな。で、ベアトリクス、ダブルのセイントプロテクション。嘘、間違えました。セイントプロテクションやって、シェルガやっておきましょう。で、エアリスはごめん、やることなくなっちゃったから浜石やろう。もし万が一アルテマが1回目に来た場合防げるように浜石をやっておく。いや、ガディアか。オーケーオーケー。じゃあもう別に大丈夫。あのね、浜石って一番最初にやった魔法にしか意味がなくて、だから、ソルが一番最初にアルテマをやってくれれば、それ無効化できるんだけど、ホーリー、アルテマとかやられると、1回目のホーリーしか無効化できないんだよね。だからアルテマのダメージ食らうから、マジでね、運要素が強すぎる。したら3ターン目、ジタンの LB が溜まってない。何？いや、何？じゃあ、ちょっと BS 戻して、ホークアイ通常攻撃、ティファ通常攻撃、あ、OK 溜まったね。したら BS して、1回目の LB 使っていきたいと思います。の前に、まずはね、リフレクかけていきましょう。で、厳重でリフレクかけたら、エアリスのプロテが貼って、敵に防御バフ付与しましょう。で、そしたら時間の LB 使って、少しでもね、ダメージを軽減していく。OK。で、ベアトリクスでダブル。で、アブソリュートセイバー。アブソリュートセイバーは、400の MP 回復、LB です。LB 回復を持ってるので、まあ、2回やると800の LB を味方全体で回復することができますと。OK だね。来ないでください。お願いします。アルテナ。マジでさ、早い時もう来るよね。早い時はね、めちゃくちゃ来るんだよ。長い時はね、7ターンぐらいまで来ないんだけど、本当にその運次第だからね、本当きついわ。で、そしたら、まあ、時短通常攻撃を行う。で、ホークアイか。ホークアイも LB 打っちゃおうかな。別に1回ぐらいだったら大したダメージにならないので、まあ、ちょっと開幕1回打っちゃう。で、ティファこう、ダメージ与えすぎ怖いからチャクラ。で、ベアトリクスで、ここからまた同じ行動だね。最初の 1ターン目と同じ動きになるので、精神アップの後にカバーう。で、エアリスはもうね、エアリスはもう怖いから、ひたすら浜石。もうなんかあっても嫌だから、開幕一発目にもしアルテマ来たら、防げればラッキーだから、浜石やる。ほらほらほら、こんな感じ。一発目にアルテマ来たでしょ。で、ベアトリクス見ててもらうと、ノーダメで切り抜けられるんですよ。こういう風にね。で、2回目のホーリーだけ有効なので、今、アクオメのミスが出たけど、こういう風にね、防げるんですよ。なので、浜石。いや、見せれてよかった。本当に見せれてよかった。こういうことなんですよ。で、次5ターン目。で、時短はあと2ターンあるので、一旦通常攻撃に行く。で、ベアトリクスは、セイントプロテクションで、シェルガを行う。いや、よかった。見せたいものが見せれました。本当によかったです。で、そしたら、ティファ通常攻撃。お、あ、やべ、間違えた。通常攻撃じゃない。
あー待って、風付与したかった。ちょっと待って、ちょっと待って、まずい、ちょまずいな、これまずいことになりましたね、非常にまずい。あ、でもまずくないわ、別にティガはどうでもいいわ、いいや。魔力バフ、魔力デバフを上書きする。うん、オッケーオッケー。でもうエアリスは怖いから浜関で、悪夢通常攻撃、うん、いいや、オッケーオッケーオッケー。いや一瞬ミスったかと思った。あ、若干ミスってんのか。でも別に大丈夫なはず、うん、多分大丈夫そうね。あ、若干ミスってるくせえけど、まあまあまあいいでしょう。ミスったのは5ターン目にね、風不要やりたかったの。ベルンのねトラマスつけてるので風不要ができるんですよ、ホークアイとティファ。いやー5ターン目にまあやっても構えないんだけど、まあ別にいいや。そしたら風不要を行います。したらもう一回ねリフレクやって、バイアロがやって敵に、風属性のバフをかける。そうするともうホークアイとティファの攻撃はすべてレジストがかかるようになる。でラストジタンの LB 使って2回目だね、やっていきましょう。オッケーオッケーオッケー。で HP トリガーで言うと 60% 切らなければデスペガがこっちに飛んでくることはないので、 60% まではもう何も気にせずに削りに行って大丈夫です。で3の倍数だからアブソルートセイバー使って800の LB ゲージの回復を行いましょう。でティファに至っては2回で最大倍率まで LB 到達するから別に最初の方使う必要ないんだよね。オッケーオッケーオッケー。いやあとはマジで本当アルテナを引かなければ、無属性じゃねえわ、ノーダメージで無傷で切り抜けられるから本当にそれを願うばかりで、7ターン目。でジタンはここで歌わせる。でもうホークアイとティファは何しても敵にダメージを与えられない体になってしまったので、まあこういう風にね全てレジストがかかると。でエアリス浜関の前に7ターン目だからまた1ターン目と同じ行動だね。カバウ解除して精神アップのカバウ付与で、アクオメ通常攻撃するのエアリス浜関を行う。オッケーオッケーオッケー。いやーまあ一発目か、まあホーリーでも消えちゃうからな。もう結局はまあアルテマやんなきゃ、やってこなければ何でもいいから、もうほんと保険をかけとくレベルだよねエアリス。エアリスはもう別に最後ね光属性バフしかやることはないから、ひたすら浜関でいいと思ってます。で歌った次のターンに、LB 使って、デバフを入れていく。探検デバフ、格闘デバフで、この二人の LB は、まあ、さっき言った通りダメージがね、すべて通らないレジストで終わるようになってますと。で、アクオメだけダメージが通っちゃうんですけど、刀耐性デバフを入れると。で、こうすると、まあ、今ね、探検、刀、格闘を全部ね、同じターン数で、デバフが入るようになりました。こうすると、まあ、僕はいつもね、いつもというか今回12ターンでフィニッシュするから、まあ、逆算すると、まあ、12、11、19、8で、今8ターン目でかければ、ラストの12ターンまでデバフが持つようになってますと。で、エアリスは浜関なんだけど、その前に、ダブルで、セイントプロテクションでシェルガを行う。で、シェルガが無効化されちゃ困るので、シェルガがかかった後に浜関をやると。オッケーオッケー。アルテマやってこないかな、やってこないか。うわほら見た、今2回目でしょ。ホーリーの次にアルテマ来たから、ベアトリックス見ててもらうと普通にダメージを食らう、まあ、ちょっとだけど、ああいう風にねダメージ食らっちゃうから、ほんと運なんでね、1回目にアルテマが来るか来ないかっていうのが。でまあ、一応ね魔力デバフも入ってたからだいぶねダメージ抑えられたから良かったんだけど、でそしたら今こっちのダメージは何にも通らないから普通にデバフを入れに行く。でティファはねもうやることないんだよね。ティファやることないから、ひたすらチャクラ、あ、チャクラっていうか、もうダメージ、何しててもいいな。ティファはもう何しててもいい。次で LB の威力マックスになれたら何でもよくって。で、そしたら、アクオメも何でもいい。アクオメも何でもいいから、で、3の倍数なんで LB ゲージの回収を行うのと、あー、でもまあ、アクオメはな、あれ、最後のターンでやっぱ LB で、ホークアイドチェーンさしたいから、まあ、少しでもバーストストーンは溜まっててほしいから、ちょっとバーストストーンの回収に行く。で、エアリスはひたすら浜関。もう、何もしない。エアリスはもうひたすら浜関しかやらない。オッケーオッケー。あとはもう、この2回今もうアルテマ引いてるから、ラスト12ターンまでアルテマを引かないように、本当にお祈り申し上げるしかない。頼むぜ。頼むぜ、ソレニャン。で、そうしたら10でしょ？で、あと2ターン準備期間あるから、ティファ、一旦 BS 戻して、水属性のデバフを入れる。というのも、こいつ、まあ、ティファ最終的に光属性の、バフを入れるんだけど、
光属性が入ってても LB って水属性だから、水属性デバフ入ってないと威力半減されちゃうんだよね。だから必ず水属性デバフは入れる。でホークアイは今ね、デバフ入れたよね。デバフ入れたから12ターン目まで持つと思うんだよね。あと4ターンだから。だからもう気にせず、どうしようかな。気にせず普通に自分の LB ゲージ取りに行っていいかな。風属性も付与されてるからここではダメージ通らないから、そうだね、あとダメージを与える子はいないから防御デバフをもう入れつつ、LB の回収に行こうか。基本的にもう全部レジストで終わるから何も気にすることはなくて OK で、アクオメはとりあえずバーストストーンの上昇に行きたい。でベアトリクスは精神アップでカバー、 OK だね。でエアリスは浜崎一択。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいい感じ。アクオメ溜まりきるかな、これ超怖え。アクオメ溜まんない可能性ある、もしかして。いやーちょっと微妙だな、ちょっと微妙だな。アクオメ回収が悪いな、ちょまずい。ラスト1ターンだ。そしたらベアトリクスはもうセイントプロテクションとシェル側いいや、もうしょうがない。アブソルートセイバー、いやー精神、いや魔法カットはあと一旦残ってるな、別にいいや。じゃあアブソリュートセイバーでちょっと溜まってくれない、あともうちょいいけそうな気はするけどどうだろう。でそしたらティファは DS して LB の準備やっていきましょう。でホークアイも LB の準備って言ってもないから多分ね1回ぐらいだったら殴れると思うんだよね。うん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 、いいねいいねいいね。アクオメに、あー1個いったか。でそしたらアクオメここでダブル2回やって、1キラーを味方全体にマック全然いくよね。 60% までは余裕だから OKOKOK で、アクオメ、あ絶対溜まる、 OKOK で LB の威力アップというかやる。でそしたら味方全体に光属性付与、あとはラストここでソルのアルテマを引かなければマジで勝ち確、頼むアルテマやんないで本当にお願い、まあ、動画的にはやってくれてもオッケーオッケー。したらラスト12ターンだね。で全ての準備が整いましたと。でデバフだけ見てほしいんだけど、あの光属性デバフできる子がね、ベアトリクス以外いないから今入ってないんだよね。でラストターンまで持つよって言った、それぞれのデバフが入ってる。格闘探検刀で防御デバフも 87% が入って、水も入ってると。だからあとは光属性の、まあ、デバフを入れるだけという感じになっておりますと。まあこれでいいかな。光属性の 120% デバフを入れる。でアコメも LB 溜まってるから LB でホークアイとチェーンさせる。でエアリスはねぶっちゃけやることないんだよ。最後別に参加させなくてもいいんだけど、だからどうせタッグアタックでチェーンつながるから、裏にね、裏の魔法アタッカーの方には一キラーガン積みした、まああんまダメージ通んないけどエアリスの火属性で攻める。でティファ LB で、ジタンも LB やっていきたいと思います。完璧、マジ完璧。よしじゃあやっていくぞ。ティファのね LB が長いからエアリスティファ、エアリスティファホークアイアクオメジタンぐらいの感覚でやる。なのでエアリスティファホークアイアクオメジタン、これでどうだろう。いやー23億ぐらい、いや違うか、230億ぐらいいってくれるとマジでありがたいんだけど、あーやっぱこんなもんか、こんなもんだね。あとちょっとなんだけどね、僕の多分乱数どうにかして多分いって23億ぐらいだと思うんだよね。まあ一応こんな感じで、まあダメージ見ていくと、うん、あでもまあまあいいんじゃない、でも十分だよね、結構火力出てると思うんだよね。まあいいじゃんティファで。でもジタンの方が火力出るんだね。まあ、やっぱりあれだね、弱点の光属性っていうのがあるから、水がこれ弱点だったらティファの方が多分火力出てるだろうし、あーいいね、いいダメージ出るね。多分僕限界これかな。ほんとベアトリクスがニックスとかに変わればもっともっとダメージ伸びると思うんですけど、まあ僕の限界はこんなところになります。なのでじゃあ装備紹介やっていきたいと思います。はい、じゃあ装備紹介やっていきたいと思います。じゃあまずねアクオメ、アクオメはアビリティブグバイツ LB 一キラーはマックスといった感じになっております。で装備はこんな感じだね。そして、アビリティはこんな感じになっております。ビジョンカードには、アクスターの記憶採用しております。これアクオメにもなんかね採用させてほしいけどダメなのかなで、BS5 は引き付け回避 100% の装備構成になっていて、あと光も一応 100% 以上にしてあります。アビリティはこんな感じ。アーデンの帽子装備して LB ゲージ回復、これをね高めてます。
で、アビリティはこんな感じ。光の 50% アップと回避と、まあ、自身のね、トラマスつけて、LB のゲージ回復500をつけております。続いて、ベアトリクス。表は何も装備させてないし、最後、光デバフするだけなので。で、BS5。BS5 は精神マックスにしていて、まあ、精神が5400で、ね、マックスって感じになってますと。アビリティはね、精神1個、なんて言ったらいいかな、片手で精神上がるやつがなくって、ちょっと自身のパッシブだけになってます。ビジョンカードは新たな旅立ち、一番精神が高いものを採用しております。で、続いてティファ。ティファにはつけてた、これね、ベルンのトラマスつけて、風の、タテラの風ね。これで風属性バフをしてました。で、アビリティは何もなし。裏だね。で、BS5 のティファは、こんな感じで、アビリティ、ブグバ率、LB、人はマックスといった感じの装備構成になっております。で、アビリティはこんな感じになっています。まあ、無知なる力一応入れてるのは、もう入れるものなくって、まあ、せめてものね、LB ゲージ回収にしようかなと思って入れてました。で、ビジョンカードは、まあ、特にね、アビリティに関してはもうカンストしてるから、攻撃一番高いものを採用しました。続いて、ホークアイ。ホークアイの BS 前は、まあ、武器1個と、さっき言ったね、風属性付与するものをつけております。アビリティは、召喚獣たちとの絆。まあ、結構序盤にさ、リフレクかけて、プロテガとか、バイアロガとかやって、足りなくなるのが嫌なので、こういうのつけてました。で、BS5。BS5 は、アビリティ、ブグ、LB、人はマックスといった感じの、こんな感じの装備構成、そして、アビリティ構成になっております。で、ビジョンカードには自身の、ビジョンカード採用しております。続いて、エアリス。エアリスの BS 前、バドローザつけて、これもね、召喚ゲージが溜まりやすいものですね。で、そしてあとは LB ゲージがね、よく溜まるものを採用しております。まあ、基本的に全部ここだね。このもの。まあ、100、200、200、200が固定値回復のもの。で、アビリティ。で、さっき言った人造浜石、結構役に立ちましたね。で、そして LB の回復と、あとは召喚ゲージが溜まるバハムートシナジーになってますと。で、裏。で、裏は、一応こんな感じ。アビリティ、ブグバ率はマックスの1キラーが285といった感じになっております。装備はこんな感じだね。で、アビリティはこんな感じになっております。ビジョンカードには感情なき賢者採用してます。で、ラスト、ジタン。で、ラストのジタンの BS 前は何でもいい。別にこれ使わなかったから、これいらない。で、LB ゲージとバーストストーンの回収率、これを基本的にマックス維持してくれれば何でもいいかなと思います。で、アビリティはこんな感じになっております。続いて BS。BS は、アビリティ、ブグ、LB、人はすべてマックスになっております。で、装備はこんな感じの装備構成になっております。で、アビリティこんな感じになっております。もうひたすらキラーだよね。で、ビジョンカードは自身のビジョンカードを採用しております。いやー、ソルね、難しい。もうちょっとね、ダメージ出せればいいんだけど、ちょっともう気力的にももう限界かなというところで、まあ、200位、300位入れればいいかなとちょっと妥協してます。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、さよなら。